えっと、計算機を利用した各種微分手法の紹介という話をしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、流れとしては微分っていうのは何かっていう、まあ、高校の数学のおさらいをして、で、それを計算機でやるときに、えー、記号微分、シンボリックディファレンシエーションというものや、数値微分、ニューメディックディファレンシエーション、自動微分、オートマティックディファレンシエーションという、まあ、いろんなやり方で微分ができるので、 そういった話をしていこうと思いますで。ちょっと今日スライドがかなりたくさんあって長いので、えー、そうですね、記号微分あ、数値微分が終わったあたりで一回、あの、止めてなんか質問の時間を設けようと思うので、もし何か、えー、質問とかコメントあればその時にお願いします。じゃあまずはあの、微分とはっていう話なんですけど、 まあちょっと、えっ、ー、と、高校数学のお皿になりますが、まあ、微分の定義っていうのがありましたよね。あの、関数 fx の微分っていうのは何かっていうと、こういう式になっていて、えっ、ー、と、まあ、なんか、図で書くと、こう、横軸に x っていうのがこうあって、で fx っていうこういう関数があるとします。で、えっ、ー、と、 xfx っていう、ここと、えちょっと前の方に h ずれた、この x プラス h, fx プラス h っていう、この2点っていうのを設定して、で、ここで2点を通る直線を引きます。この赤い線ですね。で、この h を、え限りなく、え0にこう近づける。まあ、すなわち、この前の点を、 えー、後ろの手に、えー、こう、気になく近づけていくと、えー、この関数、えー、赤い線っていうのが、この X における接線になるわけですね。で、この式っていうのは、その時の接線の傾きっていうのを意味します。まあ、この微分、あの微分係数とか言いますけど、その接線の傾きっていうのを、えっ、ー、と、まあ、勾配とも言います。 で、まあ、えっ、ー、と、勾配っていうと、まあ、ここの X、具体的になんか X になんか数値があるときの、えー、この傾きの値、具体的な値みたいなのが、まあ、ニュアンスとして、えー、あると思いますけど、別にこの、あの、F'X っていうのは、あらゆる X で計算できるので、まあ、そういう、あの、勾配の集合を、まあ、同導関数と、ま、言います。で、微分する前の関数ってのは、減関数って言います。 で、なんか、あの、理系は高校数学でひたすら練習させられた、あの、言、なんか、いろんな関数を微分しろっていう、まあ、トレーニングを受けてきたと思うんですけど、例えばこういう多項式、えー、x 字乗プラス bx プラス c を x で微分しようっていうふうになったら、えー、まあ、この、ここは x 自乗なんで、2が前に出て、2ax だし、bx のところは微分すれば b だし、 c は定数だから微分するとなくなっちゃうというので、2x プラス b ってなりますし、s i n ンは微分すると c o s ンで、log は微分すると x 分の1でしたね。なんかひたすらこんな練習をさせられるのが高校数学だと思うんですけど、逆向きの演算というのは積分ですね。えーっと、であちょっとこれは喋っても喋んなくてもいい話なんですけど、 なんか、微分可能性っていう話があります。えー、関数が滑らかであるかっていう話で、まあ、似たような概念で、こう、関数の連続性っていうのがあるんですけど、まあ、連続性っていうのを先に話すと、まあ、グラフが途切れずに定義されている場合、その関数はまあ連続だっていうふうに言いますけど、えー、さらにその中に、えー、関数が滑らかかっていう話があります。 だから、なんか、で、微分可能であれば、まあ、その関数は連続であるんですけど、えー、連続だからといって微分可能、んとは限らないわけですね。例えば、えー、なんかディープラーニングでよく使われているレドゥっていう関数は、連続だけど滑らかじゃない、えー、関数で、連続、だからまあ、こう、なんつうの、 えっと、あらゆる X で値がこう定義されているものなんですけど、この関数、えー、ちょっと特殊で、こう、X の値に応じて、こう、if 分でこう切り替わってるんですね。で、X が0以下だと、えー、ひたすら0を返すだけの関数で、えー、X が0より大きいと、えー、その値をそのまま Y として返す。 y イコール x ですね、ここは。で、こっちはあの y イコール0っていう関数が合体した関数なんですけど、これはあの x の、えぇ、ー、x0 の原点のところで、えー、左側からこう極限を取る場合と右側で極限を取る場合、えっ、ー、と、さっきのその点を 限りなく近づけるっていう操作をこう左側から行った場合と右側で行った場合で、えー、接線の傾きが0か1かで変わってしまうわけですね。こういうのは微分可能じゃない、滑らかじゃない関数です。で、まあ連続かつ滑らかな似たような関数としてソフトプラスっていうのがあって、まあこういう式の形をしてるんですけど、えっ、ー、とまあすごくそっくりでここがしかも滑らかなんで、 こっちの方が数学的には性質がいいんですけど、まあ、あんまりリープラーニングで使われてないかもしれないですね。なんかレドゥーの方がやたら有名です。でただ、まあ、微分可能、数学的に微分可能じゃないとしても、別に自動微分で計算機上で使うことはできて、まあ、それは後で話します。この微分はすごく機械学習において大事ですね。 機械学習大事なので、あの、その応用先である、バイオインフォマティクスとか、音声認識とか、画像解析とか、えー、自動言語処理、自然言語処理とか、そういった、なんか、アプリケーションの研究でももちろん大事で、えー、機械学習と微分の関係性っていうのは、まあ、こんな感じで説明できますが、まあ、なんか、要件定義が、 あるとします。場合見法だと遺伝子発現 X で疾、え、患、ー、の重症度 Y を予測したいみたいな、えー、ことがやりたいことだとして、でそれを、えー、数式として、目的関数として定義しますと、例えばこういう、えー、事情誤差の最小化みたいな式で表現できます。この X に 何かしらの a っていうケースがかかって y、y の予測値が出て、それが実際の y となるべく合うように、まあ、そういう a を求めたいっていうふうに公式を書くわけなんですけど、この目的関数に対してパラメータで微分っていうのをします。で微分して0になるような最適解を探す。まあ、そ,ういうその時の最適解 a ハ a t っていうのを 探索数というのが最適化で。で、あの、これにこに乗というは2次関数なので、えー、この2次関数のこの一番最小値のところというのは傾きが0になるところなので、まあ、そこを目指して、えー、最適化をするということで、まあ、具体的に最適化をどう実現するかというのはいろいろやりようがあって、えー まあ昔からやられている大変量解析みたいな話だと正規方程式みたいなこういう逆行列計算とか特異値分解とかそういうのがえ挟まったえ計算としてこう一度にえまあこ,のこれを計算するだけでこの A ハットが求められるっていうふうに計算しますしまあこういう解析的に解くんじゃなくてえ数値計算として解くやり方として勾配法っていうのがあってえ目的関数を、えー パラメータで微分して勾配を出して、で、ここの、この時の A というのはまあ適当にランダムに設定した触値なんですけど、その勾配とは逆方向に少しずつ、えー、値を変化していくことで、えー、こう、最初はこの山の上の方にいたのがだんだんこう下がっていって、一番くぼみの最小値のところにたど、えー、り着くみたいな計算がなされます。で、なこれでまあ良さげな、えー、最適解、 a ハットっていうのがまあ何かしらの方法で求まったとして、その a ハットを使えば、新たに X、X テストとまあ書きますが、X テストに対してこの a ハットを書ければ、Y の予測値っていうのが返ってくるっていうわけなので、あの、予測モデルを構築するっていうのとか、まあ、主成分分析のスコアとかでも何でもいいんですけど、まあ、なんか機械学習っていうのは、なんかモデル立てて、 それをパラメータで微分するっていうのをひたすらやってるだけなので、えー、もう微分というのは明らかにすごく重要なものになるわけですね。はい。で、記号微分っていうのを次に話します。できえここから先はもうあの計算機がさっきの微分を自動的にやってくれるっていう話になります。 えー、一つ目の記号微分っていうのは、こういったルールに従って、あらゆる関数をルールベースで数式処理で微分するっていうものになります。えっ、ー、とかん、一つは、えー、関数の和の微分。えー、まあ fx 足す gx みたいなので一つの関数になってたとした場合、えー、この、ま、前の微分と、えぇ、ーえー、後ろの微分、 え、足せばいいですね。えー、先ほどの多項式で言うと、x 事乗プラス bx っていうのは、各々微分してましたよね。すごくあの、あの、当たり前のことですけど。で、もう一つは、えー、これもなんか高校で出てくる、え、関数の積の微分ですね。fx かけ gx っていうふうに、こう、掛け算になっている関数があるとします。この場合、前の微分と、後ろの微分を足す。 ということで、この全体の微分をやったことになります。で、どれだけ複雑な関数になっても、この足すと積でこう複雑化されていると思えば、えー、これをこう解きほぐして、各々小さく微分をするのを繰り返していけば、まあ、全体を微分したことになるわけですね。で、これができる、えー、パッケージを先に紹介しておくと、えー、マセマティカ、メイプル、マクシマ、マトラボみたいな、 優勝のツールが、えー、標準でこういった機能を用意しています。まあこれはあの大学とか研究所とかは組織レベルで買ってるかなとは思います、えー。オープンソースな言語で言うと Python、r ジ j u d i a があって、で特に Python の SimPy が多分こういった処理で一番有名ですね。あ r で言うと Dedive っていう関数が標準であって、あとは Dedive っていうパッケージとか、 えー、このシムパイを R に移植した R シムパイとか、えー、R ヤッカスとかジュリアも、えー、このシム,シムパイをジュリア移植しててシムパイ .jl とかシンボリックス .jl みたいなパッケージがあります。でこういった、あのー、数式処理パッケージっていうのは別にあの微分だけができるわけじゃなくてすんごいいろんなことができるんですけど なんか数式を簡単にする。まあ、おなあの同じ、えっ、ー、と、X 事情同士はこう足し合わせて1個にするとか、なんかそういう簡略化とか、逆になんか、カッコの中身を全部展開して、えー、展開するみたいなのと,とか、あの、因数分解するとか、連立方程式、解くとか、上微分方程式、変微分方程式とか、論理式、急数展開、積分とか、まあ、要するにこう人間が、 数学をやるイメージ。あの、手,手計算。っていうのを計算機上でやってくれるっていう、もっと広い概念のツールたちなんですけど、まあ、その一機能として微分の機能っていうのは、記号微分が実装されている。使い方としてはすごく簡単で、例えば Python の新聞 Py でいうと、まあ、インポート新聞 Py as sy とか、えー、適当にこうインポートして、 で、sy.symbol っていう関数を使うと、えー、この x っていう名前の、えー、変数がここで定義されます。sy.log x っていうふうに打つと、これがあの、log 関数になって、で、それを x で微分してくださいっていうのを、ここの sy.tif っていう関数がやってるんですが、そうすると、あの、x 分の1って返ってきますよね。 あの、先ほどの、ログを微分したら x 分の1って話ですね。でサインってい,いや、サインって定義して微分してくださいって言ったらコサインって書いてきますし、えー、まあこういう多項式になってるものはいろんな微分がすでにルールベースで向こうで用意してくれているので、えー、こっちが、あの、ログが、ログ微分したら何だったっけなとかわかんなくても、えー、計算機が勝手にやってくれるっていうものになります。 ただ、ま、記号微分もデメリットはあって、えー、あまり関数が複雑だと記号微分の処理がすごく複雑になってしまうっていう話があります。エクスプレッションスウェイルとか言うらしいんですけど、えっ、ー、と、元の原関数が複雑だと同関数の式がすごく膨らんでしまうっていうので、例えば、原関数が x だったら微分したら1ですが、 4x かける1引く x, x みたいな、えー、原関数だと、えー、前微分と後ろ微分を適用することでこういう式になりますね。でよりしん、えーなですね、簡略化するとこういうふうにまとまりますが、じゃあ今度はこの3つかかってるとどうなるかっていうと、前微分、真ん中微分、後ろ微分みたいな処理が行われます。 え、じゃあ、4つ書けたらっていうのは、どこ一1番目に微分、2番目微分、3番目微分、4番目微分みたいな感じになって、で、微分の中でも、え、すごく複雑で何知識かわかんないぐらいの、こう、複雑になってくるので、えっと、ま、式が膨らんじゃうわけですね。ま、言葉の通りで、あの、効率が悪いっていうのが、ま、記号微分のデメリットなので、 例えばまあそのままディープラーニングで、えー、使えるかとか言うと難しいかなっていう感じになります。二、えー、つ目は数値微分っていうものです。えー、数値微分はすごくシンプルで、えー、まあ先ほどこ,こを紹介した微分の定義の式、あのー、x のところの点と x プラス h っていう少し h だけずらした点。まあ、この、 2点間での、えーえー、直線っていうのを引いてで、この H を限りなく X に近づけるっていう話だったと思うんですけど、あ、違う、H を限りなく0に近づけて、この2点を限りなく近づけるっていう話だったと思うんですけど、えー、数値ビームってのそれをそのまんまやったっていう話になります。えっ、ー、と、まあ、この、なんか H を限りなく0に近づけるというのは計算機では表現できないですよね。 ーなく0とか無限とかなんかそういうのはなんか数式的にはて、えー、と表現できるけどえとま計算機計算する場合はまあ何かしら理算化をしないといけないわけです。なのでこの H っていうのをえ限りなく0に近くするんじゃなくてえすごく小さい値として実際に入力してえ計算するっていうのが 数値微分です。例えば、1、0.1とか、なんか適当な値を使って微酸化すると、この幅が0.1ごとにこう2点が設定されていくわけですね。で、この時に隣の点同士でこう直線を引いていくっていうのをやっていって、その時の傾きっていうのが、この数値微分でいう微分の話になります。 はい。で、えっ、ー、と、なんで、まあ、こういう点に対して処理をするので、この、えっ、ー、と、点が出てくる元となっている関数っていうのが分かってなくても、点,点だけあれば、このビ分値ンチが算出可能であるっていうのが、まあ、えっ、ー、と、もう一つ、えっ、ー、と、メリットかなと思います。で、えっ、ー、と、細かく見ると、その数値微分も3種類あるみたいで、 え先ほどのこの微分の定義そのまま計算したのは前方差分というやつですね。えっ、ー、と、このある点 X から前に H だけ進んだ点っていうのを考えるんですが、えー、これ別に後ろで考えてもよくて、ある X から H だけ下がったところでえ2点です、えー、直線引いて傾き求めるでもいいわけで、そういうのは後方差分と言います。 で、それらのハイブリッドというか、H 進んだところと H 下がったところの間で直線引いて傾き求めてもいいだろうっていうので、そういうのは中心差分っていうもので、えっ、ー、と、なんか正当的には、えー、と誤差が一番小さいのがこの中心差分というものらしいです。でただし、計算機上で、えー、と実装するにあたって、 えどうしても誤差が入ってしまう。この H の値によってかなり結果が依存するみたいで、えー、H が小さすぎると丸め誤差がえ大きくなりますし、えー、逆に H が大きすぎると打ち切り誤差がえ増大してしまうというので、まあ適切な問題設定に応じてま適切な値を設定しないといけないとい,、まあまあ、いうのがまあデメリットかなと思いますで。この数値微分を行うツール、 としては、Python では、NumPy のグラディエントっていう関数があります。Ard だと、n u m d e l i v e g r a d っていう関数があって、Judia、えー、は、ForwardDiffGradient、えー、みたいな、えー、関数が用意されています。でこの NumPy Gradient、えー、を使った最近、ちょっと面白い話があったのでひ、一つ紹介しようと思うんですが、Ard NA Velocity 解析で、 このナムパイグラディエントの数値微分を使っているツールがありました。まあえー、ベロタインっていうんですけど、ア、まあ、でネ、ね、ベロシティっていうのはこういう最近シングルセル分野でよく見るこういうツールのやつですね。えーまあ、ここではなんかミジックが PC1、PC2 になってますけど、えーまあ、この空間にこう細胞がこう一つ一つプロットされているんですが、その上にさらにこう矢印が書かれていて、 でこれが、あの、分化の向きを示していて、えー、どれが、こう、幹細胞ライクで、どれが分化細胞ライクで、どういうふうに、こう、分化が進んでいるのかっていうのを、えーまあ、この図は示しているんですけど、えーまあ、このベロダインっていうツールは、えー、この、こういったベクトルば、まあ、この空間に、こうベ、ベクトルが、こう、住んでる、埋め込まれている、 え、ものに対して、えー、ベクトル解析という、えー、解析を適用することによって、えー、この矢印を吸い込むアトラクター領域っていうのと、えー、矢印を湧き出す、えー、リパスサー領域を、えー、判定するっていう数字になります。えー、まな、んのこっちゃっていう感じかもしれないですけど、えー、まあ、なんかよくこういうベクトル解析は、水の流れで例えられることが、えー、多いみたいなんですが、 まあこう、水がこう、は、たらいに張ってあるみたいなイメージだとすると、こう、線があって、その線を抜いたところっては、こう、水がそこに集まっていきますよね。で、こう、吸い込まれて、どっかいなくなっちゃう感じですけど、まあ、そういうのが、まあ、アトラクターで、逆に、こう、ディパルサーの方は、こう、湧き水みたいな感じで,で、そこから、こう、水が、こう、溢れて、いろんなところに流れている。まあ、そういうようなイメージになります。で、まあ、この矢印、 そういう水の流れだというふうにイメージしてやっていくんですが、えー、ここの矢印いうのは、えー、横方向の矢印と、えー、上方向の矢印に各の分解できます、まあこの。この横をオレンジこう、えー、縦方向を緑としてこう書きますが、えーまあ、元のこのベクトルっていうのは、このオレンジと緑で合成されたものだと考えます。 で、この、えー、ベクトルバーの領域をこう、グリッドで切っていって、えー、まあここでは簡単に 3×3 で説明しますけど、実際はま三 30×30 ぐらいのグリッドで切るんですが、まあ、領域をこう、切っていって、その領域、えー、グリッド内の、えっ、ー、と、平均的なこの横方向のベクトルっていうのをおのの出していきます。で、そうすると、えっ、ー、と、この 3×3 の行列でこう、 横方向にこう見ていくと、隣からどのくらい矢印が入って、えーまあ、左隣から入ってきて、えー、右隣にど,どのくらい出ていくかっていうのがまあ分かるわけですね。えー、そのまあ計算っていうのがナンああパのグラディエントを使うことでそのままできるっていうので、えー、今度はあの縦方向でも同様に、そういうどのくらい入ってどのくらい出ていくかっていう量を求めることができるので、 ええー、まあ、こういうふうに二次元で言うと、縦のどのくらい吸い込んだか、えー、横でどのくらい吸い込んだかっていうのが、えっ、ー、と、数値として求めることができます。まあ、これがベクトル解析の分野で言う、えー、ディブ発散っていう、まあ、えー、尺度になります。でこの、えー、ディブの値がロに、0で小さいってことは吸い込んでるってことなので、 矢印が集まっている。なんか、文化細胞なんかわかんないですけど、まあ、ここっち方向に文化化進んで、ここに集まっていきやすいっていう、えー、話になります。はい。まあ、これが、えー、なんだ、数値微分ですね。はい。でちょっと、ここから先長いので、一旦止めようかなと思います。何か、あの、質問とかコメントなどあれば、どうぞ。ありがとうございます。はい。 一個いいですかねなんかあの、ベクトル解析とかやっぱ、なんかやりたいなと思うんですけど、なかなか難しいところなんですけども、こういうのって、なんか、解析組まないといけないんですかなんかパッケージあるんですかああ、これはあの、ベロインっていうツールが、でね、ベロシティ解析に関してはやってくれますし、あと、えっ、ー、と。なんかもっと一般的な,なんかツールで、 何倍としてなんかあるんですかまあ、何倍グラディエントでも十分簡単ではありますけど、たぶんまあ、ベクトルバース、まあ、あんまり専門じゃないんで、ベクトルバー解析のツールっていうのはあ,あるのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、たぶんそういうのが使われてるんじゃないかなとは予想してます。あはい、ありがとうございます。はい、いいですかね。まあ。 ここから先が自動微分で、えっと、先ほどの記号微分っていうのは、本当にあの人間の手計算と同じ結果になるので、正確ではあるんですけど、デメイトとしては遅いですね。特に複雑な関数、ディープラーニングとかではすごく複雑な関数になりますけど、そういう関数に対して適用っていうのはなかなかしづらい。逆に数値微分っていうのは、 あの、なんならあの元の関数とか知らなくても、そこから出てきたデータ線、データ点があれば、計算できるような、すごく管理的なやり方で、まあ、高速なんですけど、デメリットとしては、その、H っていう、あの、ステップ幅みたいなのを設定しないといけなくて、その具体的な値をどうするかっていうので、まあ、誤差が発生してしまうっていう問題が、まあ,あります。 でなので、記号微分のように正確で、数値微分のように高速な微分手法というのが、えー、求められるわけですが、まあ、近年そういったものとして自動微分というのが利用されています。でまあ、ちょっと概念的な、あれというかまあ補足がいろいろ必要なので、えー、2つほど補足しますと、まず、チェーンルール、連鎖率っていう話をします。 なんか、高校数学でいう合成関数の微分ってやつですね。えー、まぁ、あ、あの、まあ、高校数学だと、まあたかだか、えっ、ー、と、なんだ2、2層のニューラーネットワークみたいなか、えー、関数の中に関数があるっていう話しかしてなかったと思うんですけど、別に、えっ、ー、と、どれだけ入れ子になってても良いんですが、例えば、 あの 4, 4層のニューラルネットワークってこう関数で4回かませたこういう式の形してますけど、えー、これを、こういう関数の中に関数があるみたいな関数、合成関数を x、x って、えー、のです一番入力にある変数ですね、に対してえ微分したいっていうふうになった場合、だからこの、f、なん関数 f を x で微分したいっていうふうになった場合、 えーまあ、こう順番に、えー、G は H の関数だし、その H は I の関数だし、その I は J の関数だし、その J は X の関数なんだから、えー、この順番にこう、その1個手前の変数で微分数っていうのをやってい,っ,ていったら、えー、ここはキャンセルされて、結局、その元の X で微分したことになるっていう話っていうのがチェーンルールってやつです。 もう一つは、えー、計算グラフっていう話があります。えー、これがすごく大事な概念で、えー、計算の手続きの順番とか、えー、依存関係っていうのを、えー、有効批准回グラフ、ダグというのでまとめたものです。まあ、ダグ g っていうのは、ループがないグラフですね。えー、例えば f x、fx イコール ghx っていう、こういう関数があったとした場合、えー 一番入力は dx だとして、まあ、こういうのは df 変数って言うんですけど、この x に h っていう処理がされて、さらに g っていう処理がされて f になるわけですね。で、もしこの関数、このルート変数を df 変数で微分したい、すなわち f の x 微分を求めたいってなった場合、こう辿っていけば、辿っていって、 で、その経路に対して、チェーンルールを適用すれば、微分ができます。えー、まあ、X が H になって G になって F なので、X、H で G で F になるわけですね。えー、こういうふうに計算グラフとして、えー、表現すると、まあ、どれだけ関数が複雑になっても微分ができるように、あの、整理してもを、えー、微分っていうのを捉えられるようになります。例えば、2変数になってもよくて、 x1、えー、x2 という二つの変数があって、x1 は g、x2 は h という関数が、えー、適用されて、最後足されて f になるっいう場合も、依存関係としては、こう x1 が g、x2 は h になって足されて f ですね。で、えっ、ーえー、となんだ。えー、変数が二つあるので、えー、ここに微分します。えー、x1 で、 微分したもの、X2 で微分したものっていうのを各々考えます。まあ、こういうのを変微分と言います。はい。で、これは、えっ、ー、と、X1 に関しては X1、G、F っていうふうにこう、えー、経路があるので、えー、それに従って、えー、チェーンルールというかまあ、一層しかないので、まあ、G を X1 で微分するだけですね。X2 は、えー、H を X2 で微分するだけです。 こういう分岐みたいなのが発生しても、えー、計算グラフで表現できます、えーまあこの。この式ですね。あの、ちょっと、もう読みたくないんで、こっちの図で説明しますが、x1 がこう f になる過程で、ここで2つに分かれて、x1hg だけじゃなくて hi に行ってから f に行くみたいな場合っていうのは、えっ、ー、と、微分解くときは、 えー、この、各のの経路で、チェーンルールを適用して、最後足す。別々に計算した後、最後足すっていうことをします。こういう、どこに分岐が入っても同じですね。こういう感じで、分岐が何回も入っても同じです。あの、あの結局、こう、各経路で、チェーンルール適用して、最後全部足してくださいっていうのが、 計算グラフで、えー、チェーンルールで微分するときの話です。で、まあ、これを使って微分をするっていうのが自動微分です。で、まあ、やり方というか、流派として、えー、2つ、ボトムアップ型っていうのと、えー、トップダウン型っていうのがあります。えー、ボトムアップ型の方が多分分分かりやすいので、先にボトムアップ型の話をします。 えー、関数 GAB っていう2変数の関数があったとします。で、AB 足すサイン B の2乗っていうので、まあ別にこれ特に深い意味はないんですけど、えー、練習のためにこういうくらい、こういうらいの複雑な関数を用意したとして、これ、こういう関数の AB1、2分の π における勾配、G の AB 分と G の B 分、BB 分を 知りたいっていうふうになったとします。まあ、一回こういうふうに計算グラフに書きますね。えまずまあリーフ変数は A と B なのでこう書いて、で、A、B でこう A と B かけられるので、まあ、かけ算っていう処理がまず入りますし、B はサインが取られて、で、この両者が足されますよね。A、B とサイン B で。でじえじ、全体の事情が入ったのが G。 なので、計算グラフで書くとこうなるわけです。で、このなんか中間の変数たちにも、えー、名前を付けておこうと思うので、まあ、CDEF としますと。で、えっ、ー、と、F から見ると、その前のステップの E との関係性ってのは F イコール E 事情だし、E というのは C と D を足したものだし、その D というのは B をサインに。 下もだし、c っていうのは a と b のけ算ですね。はい、で、えっ、ー、と、そしたら、えっ、ー、と、まず、えー、関数の値、この中間の、えー、変数たちの名前、あ、だめじゃない、えっ、ー、と、値を実際に求めます。えー、もう a イコール1だし、b イコール2分の π という具体的な値がわかっているので、 AB, AB の値分かりますよね。2分の B だし、sin B は1だし、この足し算っていうのは2分の π プラス1だし、その2乗っていうのが F ですね。これは、あの、順に計算していくだけです。えー、次に、同関数を求めます。チェーンルールに従って、えー、G の AB 分と G の BB 分を求めたいんですけど、 えっと、こういう感じにチェーンルードを適用するとこう書くわけですね。で、このリーフ側から順に、この勾配を、あ、じゃあ同感数を求めていきます。なんで、この、えっ、ー、と、式で言うと、右から左に計算を少しずつやっていく感じで、えー、例えば A の、C の AB 分っていうのは、AB を A で微分したんだから B ですね。で、C の B 微分は A ですね。で、D の B 微分とは cos B だし、だこういう感じでこう矢印のところってのを微分だと考えると、ここの矢印のところにこういう同関数がこう乗っかっていくわけですね。で、E の C 微分は1だし、E の D 微分は1。F の E 微分は 2E ですね。あの、 f イコール、えー、e 事情なんで、えー、e で微分したら 2e ですね。まあちょっとここにあの全部はい、えー、と同関数の、えー、式が並べてありますけど。で、この同関数なので、あの具体的な数字にはまだなってないですね。この例えば e とか a とか b とかまだ残ってるので、 で、それはあの、さっきあの関数値の評価っていうのをしたので、それを代入していけば具体的な数字になります。で、こういうのを、こう、リーフ側からルート側に順番に計算していく、フォワード計算っていうのをやるのが、ボトムアップ型の自動微分です。で、もう一つのトップダウン型っていうのが、えー、このチェーンデードの式で言うと、左から右に計算していくタイプのもので、 まあ事前にあの関数の値と勾配、あじゃあじゃ同関数っていうのは求めておくんだと思うんですけど、その上で、えっと、順番にこう左から右に処理をして流していくっていうのがトップダウン型ですで。トップダウン型とボトムアップ型でどっちがいいのかっていう議論なんですけど、えーまあ、機械学習の場合っていうのは、ルート変数っていうのがもう 1>, あの1個の値、スカラー値なんですねあの。目的関数っていうのがあって、その値が小さくなるほどあの良いっていうことで、まあ、最適化が走っていくるんでああの、なんだ、それと最大化の場合もありますけど、なので、ルート変数っていうのは1個しかないんですねで。それに対してリーフ変数っていうのはたくさんあるっていう、こういう状況だと、えー、ボトムアップ型の方が、えー、有利。 計算量的にまあ有利だと言われています。まあ、イメージで書くと、ボトムアップ型の計算ってこういう感じで処理が流れていくんですけど、えっと、関数 y を xy で微分したいってこうなった場合、この x1 から順にこう、計算グラフを辿っていって y まで辿り着く経路が、経路をこう探索していくわけですね。で、順番に、えー 勾配の値をかけていったら、無事その y の x1 微分が求まるんですけど、x2 だとまたそれをもう一回やらないといけない。x3 だともう一回やらないといけないっていうので、このグラフのスキャンっていうのが変数の数だけやらないといけないっていうのがまあ問題なわけですね。トップダウン型っていうのはこう上から順に計算が走っていくので、えっと、例えばこう、 えーここまで計算できたとして、ここから左に行く X2 の変微分を求めるルートと、右に行く X3 の変微分を求めるルートっていうのが分岐してた場合、まあ、ここまで計算してた結果っていうのはま,あまだ保持しているので、あの左のルートでも右のルートでも使うことができるわけですね。こういう計算結果を共有することができる。 し、こう上から順にこう一気に計算していくので、X1 の時の計算、X2 の時の計算みたいな感じで、S の数だけ計算するというのが、えー、そういうことにならないので、トップダウン型の方が、えー、計算量的に有利。という話があって、機械学習における自動微分のツールというのは、もっぱらトップダウン型で実装されています。えっ、ー、と、各種自動 ーンパッケージで、まあ、Python だと AutoGrad というのもそのままの名前のツールがあって、これはえやっぱりトップダウン型ですで。各種ディープラーニング系フレームワーク、PyTorch、MXnet、TensorFlow とか、まあ、そういったものも AutoGrad、えー、みたいな関数が内部で用意されてますけど、全部トップダウン型です。R、えー、のマットネス e はボトムアップ型で、j u l i a はなんかようにボトムアップ型とトップダウン型で、 フォワードディフ・ジェル、リバースディフ・ジェルみたいなのを、えー、用意しているみたいですね。で、えっ、ー、と、この自動微分を、えー、機械学習の分野で使っているのがバックプロパゲーションというもので、えーまあ、この機械学習と自動微分という資料がものすごく詳しく書いてあるので、えーまあ、この資料を見た方がよっぽどいいんですけど、えーまあなんか 機械学習ニューラルネットワークの学習の文脈では、えー、もうこの計算グラフの、えー、中で、まあ、X がデータになってて、えー、今日調べる Y っていうのがまあデータ X かまあラベル Y みたいなものが設定されていて、しかもあの学習しようとしているパラメータっていうのもここの計算グラフに書かれていて、なんか間にゴニョゴニョ処理がえ挟まって、 最終的にその出てくる、えー、y の予測値と実際の y がどのくらいずれていないか、ロスっていう、えー、スコアで評価する。このロスの値が小さいほど、え学習がうまくいっているみたいな感じで設定するので、まあ、こういう自動微分の特殊なケースとして、まあバックプロパゲーションというのも、ものがあると考えるといいかなと思います。で結局これを、 えっと、微分、パラメータに対して微分して、えぇ、ー、あの、最初にちょっと言った勾配法で、えぇ、ー、このロスをなるべく小さくするようにパラメータを求めるっていうことをやるのが、まあ機械学習、ニューラーネットワークとか、そういった分野でやっている、えー、バックプロパゲーション、えー、誤差逆電波法ってやつですね。<laughs> ってものになります。なので、まあ自動微分とバックプロパゲーションは、まあほぼ同じなんだと思うんですけど、 えっと、まあ、ちょっと特殊なケースっていうのが、ま、バックプロ,プロパゲーションなんだろうなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、ディープラーニングのフレームワークとして、二つ、ええー、細かく言うと、ま、ディファインランとディファインバイランっていうのがあるんですけど、ええ公媒法で自動微分を利用する場合、えぇ、ー、何度もデータ読み込みが発生するんですけど、 で、どのタイミングでその計算グラフを構築するかっていうので、えーまあ、ディファインランとディファインバイ,バイラン、えっ、ー、と、性的な実装と動的な実装っていうのがあって、ディファインランっていうのはもう最初、その学習でこうデータを読み込むっていう処理の前にまず事前に計算グラフを定義して、まあ、ずっとそ,うそれを保持し続けるんですけど、で、データから勾配の値を算出する。 関数も、えー、保持して、で、データ読み込みごとに勾配の値を算出するっていう、えー、処理なんですが、Defined by run っていうのは、データを読み込むごとに毎回計算グラフを構築して、で、勾配の値を算出するっていうことをやる、えー、ものらしいです。で、まあ、えっ、ー、と、現在は、えっ、ー、と、PFN。 えっと、前,前は PFI って会社だったと思うんですけど、えっ、ーえー、と、その会社が、あの、Chainer っていうディープラーニングのフレームワークを作ってましたね。あの、今、PyTorch に移植されて、Chainer ーー自体はもう、えっ、ー、とし、えー、開発は終了していると思うんですけど、あれが、あの、Define by Run の先駆けだったみたいで、で、まあ、なんで PyTorch も現在 Define by Run スタイルで動かせられますし、 えーっと、まあ、ハイト値以外のディファインランの、えー、テンソルフローとか、まあ、そういったツールも、なんか最近ではディファインバイラン型で書き、えー、書くことができるみたいですで。ディファインバイランで書くと何が嬉しいのかっていうと、なんかフォー文とかイフォー文とか、そういう制御フローは使いやすいみたいで、まあ、例えばレルの関数っていうのはゼロより 小さいか大きいかみたいなので、if 分が発生しちゃいますよね。で、まあ、なんでまあ、ね、計算を2種類用意すればいいだけではあるんですけど、まあ、そういうのが define by done の方が書きやすいみたいで、あとは、えー、なんだ、えー、系列データに対して、まあ、リカーシブなニューラーネットワークみたいなの適用する場合、なんかで読み込むデータごとに、えっ、ー、と、異なる計算グラフが発生するみたいで、 まあそういうのは扱いやすいとか、あとディファインバイラン型の方が、コードがえー短く、なんかシンプルになりやすいみたいなのがあって書きやすいみたいな話もあるみたいです。まあ、ただし、コードの最適化、あのまあ高速なコードにしやすいのはディファインランの方みたいなのがえ高速化しやすいみたいですね。まあ、事前にもえと計算グラフの形が分かっているので、 えまあなんかそういう意味で多分高速化しやすいのかなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと雑感としては、えっ、ー、と、計算グラフに関しては、えー、関数の値の計算をして、同関数を導出して、で、勾、え、配、ー、の計算をする。まあ、その時にボトルアップなのかトップダウンなのかみたいな、えー、流由がありますけど、 まあ絶対この3種類の計算が必要なんですが、えー、この最後の3の計算で1と2は必ず必要なのですが、えー、この計算は事前に済ませるのか、またはこの3の計算の中で途中で、都度その計算をやるのかっていうのはちょっといろんな資料を読んでもよくわかりませんでした。まあ、ちょっと実装とかを見ないといけないのかもしれないですね。あとはなんか最初に数式処理で、 えー、勾配の数式を簡単にすることで、高速に勾配の値を取り出せないかとか、ちょっと思ったんですけど、まあ、ディファインラン的なのかなな、なんかそういう、えっ、ー、と、なんだろうな。例えば、PCA を2回やって、こう、2層のニューラーネットワークみたいなのを考えた場合、結局、あのー、1個の行列をかけたことと変わらないので、なんかそういうのをこう、 計算機が理解して、最初にシンプルな勾配算出機みたいなのを作れないのかなとか思ったんですけど、まあ多分ディープなモデルだとそもそも関数の中に関数があってみたいな感じで有効なモデルなので、そもそも簡単にできる、できないっていうのがあるのかもしれないですね。まあ、モデルがシャローかディープかで、まあ結構最適な構造の書き方っていうのは違うかもしれないです。 まあちょっと自分で実装するといろいろもっと気づきがありそうだなと思います。はい。えっ、ー、と、あと、まあちょっとデモを用意したんですけど、ええー、まあこれだけちょっとやってみますかね。y コード x 三乗の微分。えー、っと。まあこのコードは、 バイオパッカソンの GitHub、えー、にもあるので、もし試したかったらそっちを見てもいいですけど、えっ、ー、と、ノートブックで書いてまして、まあちょっとあの、記号微分、数値微分、自動微分の使い心地をちょっと Python で見てみたんですが、えっ、ー、と、記号微分は SIMPy が必要ですね。で、数値微分は NumPy が必要で、 えー、自動微分はここでは PyTorch を使いました。適当におもちゃのデータをこう作って、えー、y イコール x 自兆ですね。こういうのをグランドトゥデュースだとして、えー、3種類の微分のやつがどのくらい、えー、正確にこれを求められるのかなっていうのを調べたんですけど。あ、すいません。あの、センターが。 元の原関数が x の3乗で、っていうことは微分数と 3x 次乗なんですけど、えっ、ー、と、x 三3乗っていうのだけが分かっている前提で、この 3x 次乗に相当する関数分、各微分はどのくらい正確に求められるかって話ですね。はい。えー、で、まあ、まず記号微分やってみました。ま,あ、まず、x、 sy シンボルで定義して、えー、この x シンボルの3乗を x シンボルで微分してくださいと言いました。でこれによって、えーと、このデリバティブシンボルっていうのがまあ求められるんですけど、評価。 ちょっと実行結果が消えちゃうんですね、ページのロードで、あ、6秒。はい。で、関数を、こうして、あ、でも早いですね。やっぱり、クラウドドとか。 はい。で、まあ、X シンボルっていう、この SY シンボルで定義すると、えー、プリント数とか X とか見せてくれます。でちなみに、このノートブックで、えー、こういう、えー、なんかシムパイの記号をプリントすると、こういうふうに、こう、ちょっと綺麗なフォントで見せてくれますし、なので、えっ、ー、と、結構ノートブックと相性がいいですね。 でこれ、微分にすると、ほら、あの、ちゃんと 3x 字上にしてくれますね。えー、なので、えっ、ー、と、まあ、まずは、わざわざやらなくてもいいですけど、この 3x 字上と、実際の正確な 3x 字上は、がっちり、こう、重なって、えっ、ー、と、すごく正確な微分ができています。数値微分は、どういう感じかっていうと、 えっと。こうですね。ナムパイグラディエント。X の3乗を X 微分数みたいなことをやると、適当に点を取って微分してくれます。で、あの、微分、んまあ微分した後のその勾配の値だけ返ってくる感じですね。だから Y ニューメリックっていうのが出てきて、実際の サイクス事情と重ねてみると、まあ、こんな感じになります。なんか、よく見ると、この端っこだけ、ちょっとだけず,ずれてますね。ステチビームで、なんか端がちょっと弱いみたいですね。えっ、ー、と、もう一つの問題もちょっと用意したんですけど。えっ、ー、と、これっちはなんだっけな。まあ、なんか、こんくらい複雑な まこういう形の関数、えー、同関数なんですけど、えー、数値微分でやるとこう、こういう感じで、こうちょっとずれてますよね。やっぱりまあ、こういうのが起きるみたいで、で、なんか、何パイグラディエントのオプションで、オーダーっていうところがあって、そこをいじると、ちょっと計算は重くなるかもしれないですけど、ここがちょっと綺麗な感じになるみたいですね。 で、最後、自動微分ですが、えー、っと、使い方としては、まず、と、えー、っと、データは統治転送ってもので持ってないといけなくて、で、微分したい対象は requiresgrad っていうオプションを t r にしないといけないです。で、これが x t o っていうので、リ、えーフ変数は全部こういうふうに書かないといけなくて、で、これに、 えっと、3、あの、x3 乗という fx を、えー、え適用したものがこれだとして、これがルート変数ですね。で、このルート変数をバックワードっていう関数で適用すると、えー、この、えー、えっ、ー、と、ルート変数に関与した df 変数に対して全部変微分が実行されます。 その結果を、こう、Y トーチっていう配列に格納して見せたのが、こういう感じで、やっぱりすごく、正確ですね。はい。まあ、まあ、あのー、計算グラフ上では、まあ、ま、地号部分とや,や、やってることは変わらないと思うんで、全部重ねたのは、こんな感じで、よーく見ると、ま、ニューメディックのところでちょろっとずれてる以外は、ま、全部、えー、非常に正確に求められるということが分かりました。 まとめますと、まあ、記号微分っていうのがま,あまずあって、これはまあ人の手計算と同じで、まあ、人の手計算による微分を計算機が代わりにやってくれるルールベースのものです。えー、なので、まあえー、ログっていうのが入ってきたら、x 分の1で返すっていう、まあ、イフ分がめっちゃ書かれてるようなものだと思えばいいと思います。 で数値微分っていうのは微分の定義をそのまま計算したというもので、実際に、えー、微分で H っていう,こうのステップ幅が必要なんですけど、その H に何,何らかの値を代入して、隣同士の点でえ線を引いて傾きを求めるっていうのをやったものですで。自動微分っていうのは計算グラフっていうのにすごく基づいていて、 で、まあえっ、ー、と、精度を落とさず計算を高速に実行してくれるものでした。で特に真相学習のバックプロパゲーションとの関連が深いというか、まあそのものなんですけど、というものでした、ね。はい。えー、ちょっと長くなりましたが、以上になります。